はい、どうも皆さんこんにちは、ローちゃんです。いや、先週ね非常に忙しくてね、今週今ね3連休の最終日なんですけどね、いや、なんとかね時間作ってね動画をちょっと作ってます。で、今回はですね、先週も言いましたけど、まあ、先週っていうか、まあ、投稿するのが今日なんですけど、オオクワガタのね、そろそろ産卵セットをね、組もうかと思います。ちょっとね、早いかなとも思いますけど、ちょっとね、時期をずらそうかと思います。ちょっと早めで。でね、今回はね、オオクワガタのね、1種類目でね、こちらのね、ノセ YG をね、やっていきたいと思います。川西もいるんですけど、川西とね YG はね動画を分けようかなって思います。まあ特に理由はないですけどね、そんなに長い動画を作る気がないっていうのがね一番大きいですかね。最近ね10分くらいの動画がね結構増えちゃったんですけど、10分くらいっていうとね結構時間取るしね、あんまり見づらいじゃないですけどね、ちょっと見るのもねしんどいかな、ちょっと空いた時間にね見れる動画にねしたいなと思って、ちょっとね2つ分けていこうかと思います。で、オスなんですけどね、危ねこいつね去年2番手だった83ミリのねオスになります。なんでねこのオスを紹介しているかっていうとね、 84.7 っていう一番大きかったオスがね落ちちゃったんですよね、残念ながら。なので今回ね YG はオス、こちらのね83ミリってやつをね種親でね使っていこうと思います。もともとね81ミリの親からスタートしてるんでね、まあ元の親よりね大きい親から2周目スタートっていうことでね始めていこうかと思います。オスはねこいつです。で、今度ねメスですね。メスは YG のねこちら、大きいでしょう。これね56ミリでした、測ったら。ちょっとね83ミリのオスに対してね56ミリってちょっと大きいかなと思うんですけどね、このメスで行こうかと思います。で、一応ねもうワンペアセットするんですけど、そっちはねちょっとオスがちっちゃめ、80ミリきっかりくらいかな。で、メスもね51ミリぐらいなんですけどね、その2セットで今回はね83とこの56でセットしますんでね、そういう動画になります。で、ケースなんですが、ショーケース、小馬車のショーですね。もうマットはね敷いてあります。もうそのままね産卵木、これ皮むいてもらって、コマキンも取って、それだけですね。産卵木はね、ディディエール四角ワガタの動画ね、あの動画で割とね詳しくやってたりしますんでね、そっちのリンクをねちょっと貼っておきますんでね、ぜひ気になる方はね見ていただければいいかなと思います。で、そしたらねこのままじゃなくてもうね全部埋めちゃって、今回はね同居させます。1週間くらい同居させて、そのままオスを抜いてねメスだけにして、でどんくらいかな、1ヶ月くらい、まあゴールデンウィークぐらいにねちょっと掘り出したいなと思います。まあゴールデンウィークにねそのオオクワの割り出しの動画をね撮りたいなっていうねちょっと意図もあったりするんですけどね。はい、マットはねこんな感じでいいかなと思います。
あとペアで入れとけばね、あと産卵木の下へ潜って、ペアリングして、で産卵木がね、あのマットの上に出てきたら、まあもうオスは出していいかなって感じだと思いますんでね、このままねちょっと様子見ましょう。今回はね5分弱ぐらいで終わりましたね。毎回ねこのぐらいのね動画だとね、あの動画の時間もね短くて見やすいかなって思います。今回はねこんな感じで終わっていこうと思います。まあ似たような内容でね、もう一回川西もう一本動画出しますけどね、まあよかったらそっちも見ていただけたらなって思います。それじゃあね今回はこんな感じで終わっていきます。じゃあ次回もねよろしくお願いします。